皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらネンドロイドリンクムジュラの仮面 3D バージョンを開封紹介していきたいと思います。こちらの商品、任天堂の人気ゲームゼルダの伝説ムジュラの仮面の 3D バージョンのねリンクがフィギュア化されたものです。ムジュラの伝説というと任天堂64でも出ていましたし、最近任天堂 3DS でもねリメイク版出ているので、やったことある方ね多いんじゃないかと思います。それではパッケージから中身詳しく開封紹介していきたいと思います。それではパッケージ正面このようになっています。中の見えるねブリスターパックになっている感じです。でサイドこのような感じで剣と盾を装備できます。でムジュラの仮面も装備できるようですね。で後ろ面このような感じですね。でもう片サイド、はい、ウサ耳パーツも入っているようですね。じゃあ開封していきます。それでは中身の方を紹介していきたいと思います。まずリンク本体、剣と盾、そして回復の瓶、妖精と変身の仮面が3つ、付け替えの手ですね。で顔パーツがついています。でこの顔パーツの後ろにムジュラの仮面、ウサ耳が入っています。でこちら下にはね専用のスタンドがついています。で付属品としましては説明書がね一部入っている形になります。それではねちょっとポージングなんかしてどんな感じのアクションが楽しめるのか紹介したいと思います。ということで今回はこちらネンドロイドリンクムジュラの仮面 3D バージョン紹介してきました。パーツ数が非常に多く劇中のシーンを再現できるなどゼルダファンならずともね満足いく商品になっているんじゃないかと思いました。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。